大人になってもまだこうして一緒に暮らしてるなんて信じられない。それも子供の頃から育ってきた家でね。すごくない？30年経ってまだ親の家に住んでたら普通は負け組だけど。でも家賃タダだから勝ち組。30年でいろんなことが変わっただよね。まさか私がキミーの弟に恋するなんて。私はスティーブの式のブライズメイド。どっちが似合うかな。お好きに。花婿なんか見やしんな。ジェシーおじさんとジョイが引っ越してきて今日で30年よ。わあ。いつでも会いてます。ヨーヨー元気か。ジェシーおじさんだ。みんな私たちが家族になった日のお祝いに駆けつけてくれたのね。服もあの時のままだし。あの時のままなら俺だけだ。二人はでかくなった。超ムカつく。ビッグニュース。スティーブと結婚式を挙げるの。それも日本でね。どう？はあ？だけどすぐそこにもすごくいい日本食レストランあるよ。ジャクソン、歴史のテストはバッチリいけそう？何でも答えるから聞いて。ハミルトンについて。チケット取れる？ミュージカル？正解。スティーブが結婚しちゃうなんて。他の人とね。おとぎ話みたいなハッピーエンドが嫌いなら別にいいけど。ねえジェシー、アドバイスして。イケメンのつもりで。アウチ。悪気はないよ。もし若かったらってこと。アウチ。ロックシューベイ。空港行くつもり？ほら、聞いてるよ。